テラルネッサンス20周年特別企画ゆるっとテラルネラジオ。はい、皆さんこんばんは。この番組は今年で20周年を迎える認定 NPO 法人テラルネッサンスの特別企画です。本企画のメインパーソナリティは20周年広報デザインチームの田畑が担当させていただきます。よろしくお願いします。テラルネッサンスはアジア・アフリカ5カ国で紛争後の平和構築や日本国内で平和教育に取り組む国際協力 NPO です。そしてこのラジオはゆるっとテラルネラジオと題し、毎回テラルネッサンスで働く職員もしくはインターンをゲストとしてお呼びし、20周年について各々が感じることなどを聞いていきます。はい、ということで今回は第6回ゲストは管理部長の住田さんです。住田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、引き受けていただいてありがとうございます。いい、喋りが苦手なので、DJ 田畑におんぶに抱っこにお願いしたいと思います。管理部長に出ていただけるということで、すごいありがたいなと思っています。まず住田さん、簡単に自己紹介をお願いできますか。はい、ありがとうございます。皆さんこんばんは。管理部長の住田千恵と申します。私は2017年にテラルネッサンスに入職をして、当初は会計担当として、仕事を始めたんですけれども、今は管理部長として、総務労務会計、人物金全般にまつわる業務を行っています。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、改めてありがとうございます。住田さん、このラジオはいつも聞いていただけてますか？はい。聞いてます。チェックしてます。どうですか、そのラジオに実際自分が出演するっていう立場に今回なったと思うんですけど。そうですね、皆さんお話が上手なので結構こうプレッシャーを感じまして日常的にもこう返答に時間がかかっちゃったりすることもあるんで、今日はちょっと1分近く黙り込んだりしないようにしました。そうですね、音声の1分の沈黙は結構長いですから、ね、長いですよね。はい、頑張ってフォローできるように、はい、僕も頑張ります。よろしくお願いします。いや、ここまで第1回から第5回までずっと啓発事業部の、職員だったりインターンに出てもらってたんですね。で、ここら辺でリスナーの皆さんは、そろそろ海外事業部、海外のスタッフ、駐在員来るんじゃないかって予想をされてたと思うんですけど、ここで思いっきり裏を取って管理部長の住田さんを呼ぶっていう選択をしてみました。なるほど、そういう采配だったんですね。いや、あんまりないと思うんですよね。管理部のスタッフがこうなんか仕事の話とか表で出るというか、そういうことってあんまりないんじゃないかなと思うんですけど、どうですかね、ありますか？そうですね、中でちょっと会議で司会とかっていうことはあっても、こう外に対してお話する機会っていうのはまずないですね。いや、なのですごい、いい機会なのかなと思っていて、リスナーの皆さんも NPO の、その管理部のスタッフはどんなことを考えながら仕事をしているのかって結構あんまり聞いたことないというか、あんまり触れられてこなかったところかなと思うんで、ぜひ楽しんでいただけたらいいかなと思ってます。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ、今、住田さんの、管理部としての業務を簡単に自己紹介の中で言っていただいたんですけど、ちょっともうちょっと詳しめに、どんな業務を日常的にされてるのかなっていうことをお聞きしてみたいなと思います。そうですね、本当に多岐にわたるんですけど、もうお金を払うことであったりとか、海外に送ることもそうですし、それにを受けて帳簿を作ったりっていうことも一つ大きいことと、あと人のことでいくと、日々皆さんがタイムカードつけていただいたものをこう確認したりですとか、大きなところでいくと、そういったその規則類、労働環境にまつわることであったり、組織にまつわる規則類の整備をしたりだったり、
果ては、事務所の印刷用の紙を買ったりだとか、いろいろ、まあ、大きなことから細かいことまで、はい、依頼を受けて都度動くものもあれば、まあ、1ヶ月の単位で、うん、毎月決まっている作業をやったりとか、結構そうですね、多様な業務をやってるんじゃないかなと思ってます、うん、そうですね、すごい今聞いてて多様だなと思いました。会計とか総務労務っていう分野って僕からしたら全然馴染みがなくて、一回 NPO の会計のセミナーみたいなのに出たことがあるんですけど、受けてましたね、うん、いやもう全く分からなくてちょっと完全に思考停止をしてしまったんですけど、まあ、その時に本当に管理部であったり、まあ、住田さん の, 偉大さに気づけた瞬間というか、やっぱり管理部って組織には絶対なくてはない存在というかだと思うんで、いつもありがとうございますということをすごく感じるようになりました。あ、もう私はそのセミナーに感謝ですね。住田さんがセミナーやる側とか どうでしょう今後。あ、まあそれはそうですね、例えばテラルネッサンスの決算書を読んでみようとか、うん、あとまあその職員に向けてこう資産形成こうしようみたいなこととかもなんかできるといいんじゃないかなとか思ったりはするんですけど、うん、まあ、なかなか、はい、そうですね、うん、ちょっと難しい言葉が出てきてあたあたしちゃったんですけど、すごい勉強になると思いますし、ぜひやっていただきたいなと思いました。あとその住田さんは2017年から、はい、テラルネッサンスで働き始めたっていうことになるんですけど、なると思うんですけど、だいたい今で4年ぐらいですかね。そうですね、丸4年経ったところですね。皆、うん、さんの中でなんかこう4年間やっててなんかすごいやりがいを感じた瞬間というか、どういう業務に対して住田さんは一番こうモチベーションを持ってするのかなっていうのをちょっと聞いてみたいなと今ふと思いました。そうですね、モチベーションでいくと、まあどちらかというとこうやらざるを この日までにこう終わってないといけないみたいな、うん、ところでの業務が結構多いので、それが一番大きいのは決算なんですよね、まあ、決算と総会ですね。なのでそこはまあなんとかその期日までに間に合うように結構エネルギーを使ってやったりしますし、あとは今ちょっとずつやってるのはその規則類の整備ですかね、うん、まあ、今まであるものをこうアップデートしていくっていうのが基本なんですけど、うん、まあ、その規則をよく変えていくことによって、まあ、働きやすくなったりであるとか、うん、仕事を進めやすくなるっていうことにつなげられるように、うん、考えながらどういうルールがいいのかっていうことを、うん、まあ、皆さんとも話し合いながら作るっていうことは、まあ、頑張ってやっていきたいなと思ってるところですね。なるほど。住田さんはちょっと僕の個人的な関心もあって聞くんですけど、どうしてテラルネッサンスを職場として、まあ、転職の際に選ばれたんですか？はい、まず学生の時に国際協力に興味があって勉強してたんですけど、なかなかそこからじゃあ現地に飛び込んでやってやるぞみたいな度胸もなく、やってやるぞとやってやるぞっていう、はい、度胸がなくてですね、とりあえず一般企業に就職したんですけど、そこでの仕事もすごい面白かったんですが、やっぱり国際協力なんか関わりたいなっていう思いが強くなったことと、まあ、仕事を、まあ、今後もこうずっと続けていく中で今の入った会社で続けるかどうかっていうのも考え始めた時期に、
東京でテラルネッサンスの話を聞くイベントに行くようになって、でそこでやっぱりテラルネッサンスの理念、一人一人に未来を作る力があるっていうことがすごい自分にとってもそう言ってもらえたことが嬉しかったというか、国際協力に関心あるって言いながら何もできてないんじゃないかみたいに思っていたところ、そうじゃなくてできることはあるし、まず小さいところから始めていくっていうことが大事だっていうことを聞いて、あ、すごい素敵だな、ありがとう、まあ、そういう話を聞けてよかったなっていうふうに思ったことがきっかけで、で当時ちょうどその会計系の職種で人を募集しようとしてるっていうことだったので、うん、もうすぐにぜひ入りたいですっていうので、転職になりました。はい、採用いただいて、はい。なるほど、ありがとうございます。そうですよね、なかなか特に学生だったりすると、国際協力っていうと、現場で働くことが、第一番に来ていて、そういう職を探して、でそういう職があんまり新卒だったりでない中で、違う企業に入ってっていうふうにして、で、だんだんその国際協力からその関心がこう薄れていったりとか、そっちの世界からこう離れていくっていうこともあると思うんですけど、そんな中で隅田さんはずっと国際協力っていうのを、職についてからも考えていて、でもそれを実際こう転職の際に移されたっていう、なんかその一つのロールモデルというか、社会人になってからのその国際協力への転職みたいなので、すごいなんか勉強になるところがもうあるんじゃないかなと思いました。そうですね、なんか入ってみて感じるんですけど、やっぱりどんな組織でも管理部の業務ってあって、当然 NPO にもそういうものが必要で、でもそこを担う人材って、なかなかその NPO 側で確保するのが難しかったりするので、一回企業でその総務なのか人事なのか経理なのかいろいろあると思うんですけど、そういうのを経験した上でこう NPO に入る、 NGO に入るっていうのはすごい NGO 側にとってもありがたいんじゃないかなっていうのは、こっち側に立ってみて思うことですね。すごいなんかいろんなポジションの人が必要だっていうことですよね。そうですね、世界平和国際協力っていうと、何も現場だけじゃなくて、そういう組織の基盤を整えるだったりするのも重要な仕事っていうのが一つなのかなと思いました。ありがとうございます。はい。はい、でこのラジオはその20周年特別企画なんですね。なんで20周年に関するところも聞いていきたいなと思うんですけど、はい、まず、テラルネサンス今年で20周年を迎えるっていうことで、この2021年度は20周年事業っていうものをやってきたと思います。で、その中でこう隅田さんにお聞きしたいのは、そのテラルネの20周年っていうことに対してどういうふうにお考えなのかなっていうのをちょっと聞いてみたいです。はい、そうですね、まず何より20年間続けているっていうことがすごいっていうことだと思うんですけど、京都に来てよく聞くのが、京都って結構新しいお店もできるけど閉まっちゃうのも早いみたいに聞くんですね。だからそんな中で20年こう、しかもこう拡大しながら続けてきてるってことがすごい実績だなっていうふうに思いますし、さらにその、大きくなってくると結構動きが鈍くなるイメージもあるんですけど、そんなこともなくどんどん新しいことへ挑戦してると思うんですね。特にこの20周年でいくとバーチャルの現地ツアーであったり、あと感謝状、お礼状をすごい新しく作って皆さんにお届けしてるっていう、なんかそういう挑戦がこうすごい加速してるなっていうのはすごい感じていて、なんかそこの原動力をこう
最初のこう勢いじゃなくて、こう20周年続けて、さらにまだこう持ってるっていうところがすごいなっていうのは感じますね。そうですね。なんか、テラルネッサンスは日々進化する団体だなと、すごい思います。なんか、毎回のラジオでも、なんか、こういう話にゲストの方となるんですけど、20年続けるっていうだけで、そもそもすごいことなのに、それを拡大し続けてて、で、いろんなことにもうチャレンジしてるって、なんか、そこは、テラルネッサンス、なんかちょっと、内輪が言うのはあれですけど、すごいところかなと、僕も思うところです。で、テラルネッサンス、挑戦し続けるテラルネッサンスも、20周年のテーマがあるんですよね。で、20周年事業の、下半期、今、12月に、下半期に入ってるんですけど、で、そのテーマが、決意と、展望ということで、最後に、隅田さんに、テラルネッサンスとしてでもいいですし、個人としてでもいいんですけど、隅田さん自身の決意と展望を聞いてみたいなと思います。はい、ありがとうございます。最近やっぱり思うのは、入職して4年経ったのもあるかもしれないんですけど、やっぱり初心を忘れないっていうことがいかに難しいかっていうことを感じることがあったので、改めてこう初心を忘れないぞ、こうテラルネッサンスに入ってきた時の、国際協力っていうのに関わりたいっていうその時の気持ちだったりとか、こうより良い社会に自分がどういうふうに働きかけることができるかとか、なんかそういう初心を改めてこう忘れないようにっていうことをこう今強く感じてますね。で、その上で管理部っていくと中のことができる、唯一のって言ったらちょっと違うかもしれないんですけど、こうテラルネッサンスの中に、働きかける整備する部署だと思うんで、もうこれからはテラルネがどんどん大きくなっていく時に中の人たちが生き生きと働けるような、そういう環境を整えられるようにしていけたらいいなっていうふうに思ってます。これまでもそこにこう対していろいろやってきてるところはあると思うんですけども、どんどん人も増えるし、で、多様な人が人材が増えるんじゃないかなと思ってるので、そういう人たちも含めてみんなが楽しく働けるような、そういう環境をこう整えていきたいなっていうのが、はい、これからの展望で考えてます。ありがとうございます。そうですね。組織の基盤整備と、人が生き生きとして働ける環境づくりですかね。そうですね。本当今、どこの組織でもすごい働き方改革とかもあって取り組んでるところだと思うので、テラルネッサンスもあそこは働きやすいらしいぜって言われるのに何年かかるかわからないけど、はい、やっていけるといいなと思います。はい、ありがとうございます。すごい普段隅田さんのお話という、管理部としての今後の展望とかあまり聞くことができないと思うので、すごい今日は貴重な時間だったなと思います。はい、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。じゃあ、そろそろ時間になりましたんで、これで第6回、ゆるっとテラルネラジオを終わりたいと思います。はい、ちょっとゆるっと感出せましたかね。今回もちょっと硬くなっちゃったかなと思うんですけど。硬くなっちゃったかな。それは、ね、永遠の課題ということで、これからも頑張って、ゆるっと感と、真面目さのバランスを出していきたいなと思います。バランス大事ですね。はい、はい、皆さん、はい、最後まで聞いていただきありがとうございました。ありがとうございました。